マイクです、マイクです。うん、オッケー。じゃあそろそろ始めよっか。うん。はい、ということで始まりました。ドクターロマンとダヴィンチちゃんのオールナイトキャメロットラジオ。こんにちは。パーソナリティのダヴィンチちゃん三丁。みんな盛り上がっていこうぜ。同じくパーソナリティを務めるドクターロマンことロマニ・アーキマンだよ。今日はよろしく。いやついに始まってしまいましたこのラジオ。っていうか、なんでラジオ？いつから君と僕はラジオ DJ だったのかな。なんだいなんだい、新規臭い。オープニングトークなんだからもっと楽しい雰囲気にしないと。だって最後まで無事でいられるかとっても心配なんだよ。早速行ってみよう。お願い、東方の大英雄、悩める私を救って守って。はい、このコーナーはズバリ皆さんのお悩みに小粋にバシバシっととあるゲストがお答えします。ゲストは皆さんお待ちかねのこの人、どうぞ。リスナーのみんな待たせたな。東方の大英雄アーラシとは俺のことだ。今日はよろしくな。というわけで今回は映画でも大活躍だったアーラシュさんに来てもらいました。はい、拍手。かーかっこいい、お会いできて光栄です。うふー、頼もしい、渋い、輝いてる。それにしても呼んでおいて今更だけど、相談役をお任せしちゃって大丈夫？そりゃやってみないとわからないな。なんせラジオなんてもんは初めてだからな。ごもっとも。心配ご無用。この大天才のダヴィンチちゃんがいるんだから、どんなお便りが来たってちゃんとサポートするぜ。いや、君が一番心配なんだけど、まあこれは気にしたってしょうがないよね、いつものことだし。俺としてもせっかく招かれたんだ。できる限りこの使命全うしてみせるぜ。いやー、君はこの番組の良心だよ、まったく。さて、いい感じに温まってきたところで最初のお便り行ってみよう。ラジオネーム太陽のふかしいもさんからのお便りです。何はじめまして、こんにちは。ラジオネーム太陽のふかしいもと申します。さて、今回悩みを聞いていただけるとのことで、こうしてお手紙を書いてみたのですが、早速本題です。